日本山梨県南駒郡南部町、万沢万沢付近の空中写真。画像中央やや左の一帯が万沢地区。画像上部中央付近が豊島駅。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。万沢万沢は山梨県南駒郡南部町の地名である。 郵便番号は409-2103。山梨県と静岡県の県境にあり、富士川の西岸の大地に集落が存在する。戦国時代には国境に存在したため防衛の工夫が施されており、例えば道路に沿って斜めに家を建てて敵の攻撃に備える武者隠しと呼ばれる造りが現在も残されている。かつては、寸州王冠の宿場町として栄えていたが、 対岸に、身延線が開通し、また地区を迂回するバイパス道路が整備されたことにより、現在は過疎化に悩まされている。平成22年10月11日時点の万座は、の人口は1,107人、397世帯。集落には明治、または大正期に建築されたと見受けられる古い家屋から、近年建築された比較的に新しいものもある。 富士川の対岸には JR 東海管轄の美野部線が走り付近には無人駅であるが豊島駅が設置されている。また、静岡市から美野部町、韮崎市を経由し、甲府市を結ぶ国道52号もあり、工事なども比較的多く行われている。しかし大雨などの異常気象時には連続降水200ミリで交通規制が行われ、孤立することもある。 またわずかなスペースを利用して、万沢川流域に田んぼが設けられている。南部町山梨県最南端であり、地図を見ると大きく静岡県へ入り込んでいるために、気候は静岡県側に近い。室町時代から戦国時代にかけて万沢号と呼ばれており、冷静田め和のためな慶州にてその名前が登場する。天文四年に海の国主の武田信虎がたびたび、 駿河国へ侵攻し、これに対し、駿河国主の今川宇治テも拒兵し8月19日に万座和口で合戦が行われている。その後武田氏と今川氏が和睦し、さらに後法上氏が加わった、交渉、春三国同盟が結ばれた後も、国境の要衝として、取出が設けられ、武田信玄が今川氏を滅ぼした後は、寸州王冠の整備とともに、天満宿として、 万沢塾が設けられた。江戸時代になってからは、万沢塾に、口止め番所が設けられたほか、南に、長峰三里、北に、西行峠と、南所が続き、また、藤川朱雲の中継地でもあったことから、多くの旗子が建てられていた。宝永2年の村名裁長によると、焼数 199, 人数 631, 馬64とあり、村内に、商人10、 酒造さ高谷野にがいた。文化初年の屋数 286, 人数1225とある。1889年の町村制執行により、南駒郡、万沢村となる。1892年ではの統計では、全個数農業を営み、漁業として、養蚕30、小80、高40であった。1955年に、北隣の深川村と合併して、 南駒郡、富沢町万沢に2003年に南部町と富沢町の合併で南駒郡南部町万沢となり現在に至る。かつては急行バス静岡甲府線の万沢バス停が存在したが1990年に休止。その後2012年に高速バスとして復活したが万沢には停車しない。万沢塾に関するカテゴリーありがとうございます。